おはようございます。マイトの対話へようこそ。今日は2019年2月7日木曜日です。今日も聞いてくださってありがとうございます。みんなでサクッと夢を叶えるラジオ、ラジオを聞いて私と一緒にサクッと夢を叶えましょう。だからこのラジオ毎日聞いてくださいね。今日のテーマです。あなたの大好きな人は誰ですか？今日もよろしくお願いします。はい、まずはあなたの理想の人生について考えてみてください。どんな一日を過ごしたいですか？どんなお部屋に住んで、どんなお家に住んで、そして理想の人間関係や家族関係、パートナーシップ、それから理想の服装とか、理想の一年とか、理想の人生ですね。はい、これを思い浮かべるっていうことが大事です。大事なことは、突き抜けた理想っていうこと、突き抜けた理想をまず持った上で、日々コツコツっていうのが、多分王道。私のなんか王道な気がしますね。で、ぜひぜひこのね、理想のあなたはこんなことを、こんな人生を送りたいよっていうこと、送ってください。そうですね。私ちょっと LINE アットやってるので、その LINE アットの方に送ってください。動画の説明欄にあります。それから LINE アットやってる、LINE アットからこれを聞いてる方は LINE アットに送ってください。昨日ですね、ちょっと一人送っていただきまして嬉しかったですけどね。で、あとはですね、こうやってみて、こういうこと、そういう夢に対してこういうことやってみたよとか、こういうのがわからないよとか、そういうのも送っていただけると嬉しいです。で、みんなで夢を叶えるラジオなので、私の夢をここで叶えていく。姿をお伝えするっていうことでちょっとやってますね。昨日から私の突き抜けた理想の人生はどんな感じなのかっていうことで、で、まあ理想のまず一日の過ごし方っていうのは、なんか全然ですね、私一人暮らしなんですけど、全然やること人より多分少ない。なんかやらなきゃいけない家事とかね。そういうのなんか全然少ないんですけどね。全然そんなにできてなくて、結構バタバタで、片付けが全然できてないところがあったりとか、朝もバタバタ出て行ってちょっと遅れたりとかしています。で、そうですね。次の理想のお部屋とかお家っていうことともちょっと関係あるけど、そうですね、時間をもうちょっとやっぱりゆっくりと、あと自分のやりたいと思ったことをやれるような時間の使い方っていうのをなんかしていきたいなと思っているので、昨日はですね、昨日から日記に、私マヤ暦手帳を使って日記をつけてるんですけど、そこで自分の理想に向かって何ができたかっていうのを書こうっていうふうに決めたんですけど、はい、書いてません。昨日は書かずに寝ました。で、マヤ暦手帳もですね、毎日、書くのが基本なんですけど、結構毎日は書いてなくて、結構3日とかまとめて書いたりとかしているので、これをですね、これもその結局まとめて夜書こうとか決めてるのでできない気がしていて、なんかちょこちょこは隙間時間に書ける時あるなと思っていて、書こうと思いますね。今日朝ちょろっとだけ書きましたけどね。また、そういうのもこだわらず、絶対夜書くとかも決めず、とにかく、理想に向かってできたことを記すっていうことを注目していこうと思っていて、あと、お部屋の片付けも、その私が好きな近藤麻理恵さんっていうのは、なんか、もう片付けは祭りで、一気にやりましょうっていう考えなんですけど、ちょっと今それを、先に取り組む今ちょっとことができないので、ちょっと違った実験をしようと思って、隙間片付けでどれだけいけるかっていうのをやっていて、でいつもそのお部屋を自分の理想の
お部屋、まあ、今のベストを保てているかっていうのをチェックするようにしていて、昨日から始めたのが、なんかシーツを変えるとか、まあ、毎日は変えなくていいっていうのが、まあ、今のところの結論なんですけどね。あとはですね、ちょっと散らかってるところを一気に片付けるんじゃなくて、例えば何かを、なんていうんですかね、待ってるとき、なんか、どういうときかな、洗濯、待って、洗濯かけてるとき、お茶、お湯沸かしてるときとか、例えば、昨日とか、お湯沸かしてるときも今までぼんやりしてたんですけど、そういうときに、ちょっと動くとか、そういうのでやってますね。あと、理想の人間関係っていうのは、今日ちょっと話すんですけど、まあ、私の課題は本当に思ったことを伝えるっていうことで、これ、まあね、だいぶできるようになってきましたね。でも、ちょっと苦手な人とかいたら、なかなか連絡が遅れ遅れになったりとかはしますね。はい。それから、理想の服装をときめきで選ぶとかね、全然でき、あの、すぐね、この服の整理を始めましたね。服の整理を始めました。それから、オンラインサロンとハッピーマスターズクラブ。これはですね、オンラインサロンはちょっとまだ取り組みはもうちょっと先かだけど、ハッピーマスターズクラブはもうちょっとここ連日というか、もうずっとこのことに関してはちょっと進めていますけど、ちょっとね、そうですね。まあまあ、ちょっといまいちっていうかところですかね。はい。そんな感じです。はい。じゃあ今日のテーマ。はい。今日のテーマです。あなたの大好きな人は誰ですか？あなたに同じ素晴らしさがあるよ。1、あなたの大好きな人は誰ですか？ 2、その人のどこが好きですか？ 3、あなたに同じ素晴らしさがあるよ。4、まとめです。はい。ちょっと今日はこれテーマで話していきます。1、あなたの大好きな人は誰ですか？っていうことで、これ考えてみてください。で、私はですね、今の状態でいくと、大好きな人が本当にいっぱいいて、もうなんか本当に嬉しい、本当に幸せ。で、大好きな人っていうのは、そうですね、なんかやっぱ家族とか、まあ、私は結婚してないので、まあ、家族、まあ身近な家族で言うと、まあ母と妹とかなんですけどね、直接的な。でもまあ妹の家族とかね、親戚とか、まあ近所の人とか、なんかまあ前はちょっとね、いろいろな思いがあったんですけど、今はなんかやっぱ結構やっぱ大好きなんですよね。大好きだし、まあなんか尊敬できる部分を、なんかね、その人の全てが尊敬できるとかは、まあ、いろいろなんですけど、なんか尊敬できる部分を見れるようになったから、もう本当に大好きな人はいっぱいいて、もうお友達とかでも、今身近に付き合ってもらってる人たちの、もうですね、本当に大好きすぎるって思う。大好きすぎて、本当にありがとうって毎日思う。で、あとは私は槇原敬之さんが大好きなんですけど、なんか槇原敬之さんがこう、の歌があってくれて、聞かせてもらえるとかめっちゃ嬉しくてありがたくて。なんかそんな感じ。で、なんかもう大、なんか、あ、なんか私出会ってくれてありがとうみたいな人を、ばっかりです。なんか本当にありがたいです。でも前は違いましたね。そうなれ、でもね、そうなれると幸せ。なれない前と、そうじゃなかった時と今だったら、本当に今って幸せだなって思います。で、はい。皆さんね、その人のどこが好きですか？大好きな人のどこが好きですか？まあね、どことかじゃないよとかもあるかもしれないけど、なんかね、そのある人に対して、こういうとこが素晴らしいなって思えるところ、そこをね、ちょっと考えてみてください。好きな人に関して。そう。
なんか今の私はそこを見たら他のとこが、なんかほぼ気にならないですね。あ、そういうものみたいな感じですね。で、その人のどこが好きかっていうのを考えて、で、実はね、あなたに同じ素晴らしさがあるっていうことなんです。これはですね、これなんかよく言いますよね。これなんか私も、これ自分で考えついたわけじゃないんですけど、中に書いてあったり、なんかよく書いてありますね、本とか、ブログとか。で、これ考えてみたんですけど、これやっぱそうだと思う。根拠あると思いますね。なんでかっていうと、同じ素晴らしさがあるから気づけるわけですよ。わかりやすく言うと、食べ物とかね、美味しいもの、美味しさとか、がわかるとか、そういったこともあなたにその、なんていうかな、それを受け取るもの、それだけのものがあるからっていうことなんですよね。気づけないんです、なかったらね。持ってないものはわからないんですよね。だから、その人のことを大好きになって、で、そのどこが好きなところどこかなってそういうことを考えると自分の素晴らしさに気づいていけるなって思います。あなたの大好きな人は誰ですか？あなたに同じ素晴らしさがあるよ。あなたの大好きな人は誰ですか？その人のどこが好きですか？あなたに同じ素晴らしさがあるよっていう。大好きな人をさのこ、まあ、一人ぐらいはいると思うんですよね。一人ぐらい。それは身近な人に思えなかったら、なんかそういう芸能人とかでも別にいいと思うんですけど、最初はね。で、その素晴らしさを自分の中に見れた時に大好きな人がだんだん増えていくかなと思います。そうすると人生は本当にバラ色です。あなたが自分の中にある無限の可能性に気づき、望む未来を作り出せますように、いつもあなたのことを応援しています。チャンネル登録といいねをお願いします。船越舞でした。今日もありがとうございます。また明日お会いしましょう。